はい、ハロー YouTube 皆さんどう過ごでしょう、どう過ごしでしょうかとですね、今日このちょっと、話してたスピード違反で捕まってた件がずっと支払いできてなかったっぽかったんで本当忘れちゃってたんですけど、令和3年の10月10日の交通違反についての、罰則金が支払いできてなかったんで、向こう市、京都向こう市向こう町簡易裁判所に出頭してくださいねっていう、ね、呼び出し通知書が来たんで、今から行ってこようかなって感じなんですけど、で経験的には一応2回だけ行ったことがあったんですけど、まあ、正直あんま覚えてないですね。今ね、あと春の交通週間みたいな感じ、交通月間かな、なんで警察の方が結構取り締まり厳しくやってるんで、まあ、正直、まあ、皆さんもね感じるところあると思うんですけど、その一時停止をね、隠れながら見張ってたりとか、もういざ捕まえてやろう捕まえてやろうっていうようなそういう月間ですね、うん、でそれが、まあ、最初の方はちょっと嫌っていうかね卑怯やなとかって思ってたんですけど、やっぱりねそういう警察の方のそういうお仕事があるからこそ正直ね平和が保たれてると思いますし、反則金もね、嫌とかじゃないんでね、もう気をつけようっていうような感じですよね、うん、でそれでこういう日本っていう平和な国が保たれてると思いますし、うん、まあ、この感謝の意を持って裁判所に行ってこようかなっていうような心持ちです。はい、ということでちょっと行ってきます。はい、もうちょいで現場に着きますね。向こう町裁判所、簡易裁判所。はい、暑いです。到着しました。なんかこんな感じですね。まあ、普通のね、まあ、平日とか、週末とか、こういう場所は関係ないんだと思いますけど、なんか空いててよかったです。すぐスムーズに終わるかなと思いますね。で今日ちょっと久しぶりにヒゲ脱毛行こうかなって思ってます。はい、はい、ハロー YouTube 皆さんどうお過ごしでしょうか。ちょっと家の鍵、オートロックの鍵持ってくるの忘れて、今家の前でね誰か住人の方来ないかなっていうふうに待ってる状態なんですけど、簡易裁判所の方に行ってきました。向こう町の簡易裁判所やったんですけど、うん、まあ空いてましたし、まあその裁判所でね、混んでるシーズン、混んでないシーズンとかはないと思いますから、どんだけね、犯罪があってその裁判に至ったかっていうところでね、まあ賑わっちゃあかんのですけど、本当に役所ですね、裁判所ですけど、番号がありまして、その部屋ごとに番号がありまして、まあ免許試験センターみたいな感じですかね。最初じゃあ1番に来てください、何番に来てください、何番に来てくださいって言われまして、まあ最初に行った部署のところは、なぜその、ジャッキーちゃんに関しては違反金を支払いができてなかった、それでね、呼ばれちゃったんですけど、項目がね、いくつかありまして、お金がなかったとか、まあ時間が合わなかったとかね、忘れてたとか、いろいろあったんですけど、まあ忘れていたということでね、払ったつもりでいたんですよね、うん、で次、また番号を呼ばれて、次ここ行ってくださいということで行った時はその内容と理由についての確認事項確認をしていたんですよね、これであなたはよろしかったですか、よろしかったでしょうかっていうふうに言われて、はい、そうです、間違いないですって言ってまた、待って、で次また、番号を呼ばれて、でその時に、罰則金がいくらか、ね、改めて、まあ、金額を、ね、決めてもらったんですけど、今回に関しては特に、罰もなくって1点切符切られて、で7000円の罰金やったんですけど、それ以上上がることもなく、まあ、そのまま終わったんですよね。スムーズに終わったんですけど、まあ、ちょっと面白かったのが、もちろん僕以外にも何人かいたんですけど、なんか女性の方がちょっと半ば泣き叫ぶみたいな感じの声が聞こえてきたりして、まあ、何があったんやろうなみたいな、まあ、家族関係っぽいことみたいな感じの話が聞こえてきたんですけど、まあ、そういうのがいたりとか、あとは
なんかこの子何歳なんやろうみたいな、まあ、中学生か高校生か分かんないですけど、結構若めのね男性の方がいて、まあ何したんだろうなっていう風なところですね。やっぱり一応ね裁判所なんで、各々の思惑がそこに行くわけですから、僕でしたら、反則金未払いで行ったと、他の人は何があったんやろうとかね、そういう憶測っていうかね、考察は深まったんですけど、まあね人間模様というか、一つそういうのが感じれたというような、1日でした。このねまだこの春先って警察の方もね、交通規制強化してる月間だと思いますんで、皆さんもね、改めて気をつけていった方がいいと思います。はい、ということで今日も天気がいいんで楽しみましょう。ありがとうございました。